ジストシネマ伊賀上野はかつて三重県伊賀市小田町にあった映画館。1998年に開館したが2018年2月20日をもって閉館した。閉館時点では伊賀地方唯一の映画館だった。運営は大倉湖会社の株式会社をエンターテイメント。旧称はジストシネマ上野。1990年まで営業していた。 上野映画劇場伊賀鉄道伊賀線上野市駅前の新天地エインゲキビルにあった上野映画劇場は伊賀地方最後の映画館だったものの1990年に閉館した。多くはジョイシティが上野店の開店に伴って各テナントの一つとして1998年6月にジストシネマ上野が開館し8年ぶりに伊賀地方に映画館が復活した。 オークはジョイシティが上野店は A 館と B 館からなり、ジストシネマ上野はレストランと映画館からなる2階建ての A 館に入っていた。開館時から4スクリーンを有する複合映画館であり、座席数は108席から187席である。上野市と名張市の他に近隣の京都府や奈良県からも観客を集めた。ジストシネマイが上野の所在地2010年11月には、 五感の嫁入りの上映を行い、11月13日には、上野市出身の五味保監督の舞台挨拶が行われると、多数の観客が詰めかけて客席は満員となった。2012年9月から10月には、伊賀市でオールロケが行われたホラー映画、アナザーアナザーを上映し、10月7日には主演の山崎賢人と原作者の綾やつじゆきとによる舞台挨拶が行われた。 2014年5月から6月には、そこのみにて光輝くの上映を行い、5月31日には、ゴ美ホ監督の舞台挨拶が行われた。五監督が、三重県立バばディ供給高等学校在学時に、教師だった女性は、立派になって感激している。楽しみで2時間前から並びましたと熱く語っている。2015年11月には、君は、いい子の上映を行い、 11月14日には、ゴミホ監督の舞台挨拶が行われた。天章伊賀の乱を題材とする、忍びの国が2017年7月に封切られると、ジストシネマ伊賀上野では、約4ヶ月間の長期上映を行い、上映最終日には、関東地方や九州地方などから訪れた客を含む160人が集まるほどの人気だった。 閉館間際の2018年1月27日からは、忍びの国のリバイバル上映を行い、2月10日からは、伊賀市で撮影された、何の一生を、入場料500円で、リバイバル上映した。映画館が入るオークアジョイシティが上野店が、店舗敷地の賃退借契約満了のために、閉店するのに伴い、ジストシネマ伊賀上野は2018年2月20日を、もって閉館。 20年の歴史に幕を閉じた。閉館後は直ちに建て替えられ、2019年10月22日に、スーパーマーケット、牛トララブリーインのおだ店が、グランドオープンした。ありがとうございます。